どうも、大島兄弟の兄です。よろしくお願いします。妹に検証ドッキリを仕掛けてみたいと思います。今回使うものがこちら。妹は玉ねぎが苦手なんですけど、この玉ねぎを僕が作った特製バナナジュースに入れると妹は気づかずに飲んでくれるのでしょうかという検証になっております。はい、僕もね、一兄として妹の嫌いなものを克服させてやりたいという一心でやりましょう。では、行ってみよう。今回使うのはこちら、ミッキーさん、バナナ、バニラアイス、本日の主役、玉ねぎさん。これでも匂いがやばいです。ちょっと牛乳、氷を持ってきました。では今から作っていきたいと思います。僕は普段からバナナジュースがめっちゃ好きで、自分でよく作ってるんですけど、まさかそれに玉ねぎが入ってるとは思わないでしょう。あいつはそういうやつだ。今日は2本使います。蓋を開けて1本入れました。バニラアイスを入れたいと思います。適当に入れます。半分ぐらいかな。めっちゃ適当です。氷を入れたいと思います。今日の主役、玉ねぎさん。さあ、黄身を入れて、うまいことバナナと一緒に混じってください。しっかり蓋をして、スイッチオン。混ぜ終わりました。ちょっとだけ玉ねぎの匂いする。味見がしたいんですけど、でもちょっと妹と一緒に飲みたいので呼び出したいと思います。もしもし。はい、こんばんみ。こんばんみ。来てほしいんですけど、お部屋に。よろしいでしょうか。うん、はい、いらっしゃい。どうぞ見て。何それ。とりあえず僕が作った特製バナナジュースを一緒に飲もうっていうあれにした。いつも僕が作ってるやん。そのバナナジュースの作り方を紹介して、で妹氏にも飲んでもらうっていう。あ、そうな。嬉しい。嬉しい。なんか絶対ムカデとか出してくると思った。なんか呼んできたから。手が震えるんですけど。じゃあ電話でさ、もしもしとか言って、お母さんになんでそんなよそよそしくちゃってんのって言われてんけど。僕らの特製バナナジュースに乾杯。いただきます。おいしい。うん、うん、引いてくれた。おいしい。なんか、うん、おいしい。どうした？え、なんかどうした？美味しくなくなってきた。美味しくなくなってきた。どうした？どうした？玉ねぎ入ってるくらい。めっちゃ玉ねぎの味した。そう。めっちゃ玉ねぎ。そう。玉ねぎジュース？めっちゃ玉ねぎ。玉ねぎって思うほど玉ねぎ。どこで気づいた？なんか普通に飲んでて、最初美味しかったよ。あ、お久しぶりのバナナジュースやと思って、美味しいと思って、美味しいなと思って、だってなんか、あれ、なんか野菜の味みたいな思ってきて、え、なんか苦手な味みたいになって、なんか味わったことある。え、この味無理、玉ねぎやってなった。また次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。もう一回飲んでみて。もう無理。